中年オタッキーです。先日のライブではね、ハーフカメラのね話題になりました。ハーフカメラのパンフォーカスレンズのね、で写真を撮るとまあ、いろんなことで有益だと、いうことですね。でね、まあ早速なんですけどね、今日はねこのカメラ、はい、オリンパスペン、これ EE2 ですね。EE2 で上に書いてあるフラッシュターミナルもついてますけどね。この EE2 でね、これ徳島の、ハードオフ沖ノ巣店か、がオープンの時にね、1500円で買ってきたジャンクカメラになるんですね。で、何もせずに、とりあえずモルトだけ、貼り替えて、作例っていうか試写してきたんですね。適当に試写してきました。まあ、どんな、1500円で買ったオリンパスペン EE2 は、まあ、どんなだったのかっていうね、をやっていこうと思います。それでは動画スタート。このね、オリンパスペン EE2 なんですけどね。ちょっとカメラのなにわさんのね、ページを見ておるんですけども、どうやら発売がね、1968年、昭和43年に発売されたみたいですね。自動露出のオートカメラということで、初心者、機械操作が苦手な女性向けに作られた自動露出のハーフサイズカメラということですね。オリンパス様の公式な商品ページでは、発売年月が1968年5月、オリンパスペン EES2 のレンズを 28mmF3.5 とし、固定焦点にしたカメラです。価格は11,000円、ケース付きという、ケースってね、柔らかソフトケースですね、11,000円だったそうです。昭和43年ね。昭和43年って言ったら、うちの親父の給料が多分月給3万ぐらいなんで、まあ、3分の1、半分から3分の1月給の、ぐらいで買えたカメラになったみたいです。普及カメラですね。でもね、代表的に、その、オリンパスペン EE シリーズって、オリンパスペンシリーズか。ペンシリーズで、まあ言うたら有名なね、ハーフサイズカメラ。現在のね、オリンパスペンっていうのはデジタル APS-C のミラーレスですけども、この昔のやつはね、ハーフサイズのフィルムカメラということでね、これ蓋を開けたらもうすぐにわかるんですけどね、このね、フィルム質のね、この穴ね、これ、ここが撮像素子が映る穴です。フィルム穴ですけど、もう縦型になって、ハーフサイズになってるんですね。フルサイズではありません。でね、このカメラの特徴として EE2 ですけど、まあ、オリンパスペンはね、ペン S とか言って、最初はね、フルマニュアルカメラだった。ピントもね、シャッター速度も露出も合わせなきゃいけない、絞りも合わせなきゃいけない、マニュアルカメラだったんですけども、それがね、まあ、比較的ヒットして、今度はですね、誰でも使える、機械音痴でも使えるっていうね、カメラを目指して、ペン EE っていうのがね、登場したんですね。で、ペン EE の、まあ、ちょっと新しくなった感じのがペン EE2 なんですけども、ペン EE はいろいろとね、まだ使いにくい部分があったんですね。まずはね、裏蓋がね、外す方式だったんですね。これはね、横開き方式になってます。このヒンジを引っ張ると横開きになるんですけども、その EE の方はね、裏蓋はこの底ネジを外してね、パカって外れる方式だったんですね。で、これがね、フィルム装填しにくいのと、光が漏れやすいのというので弱点だったのと、あとフィルムカウンターがね、手動式だったんですね。フィルムを交換したら自分でね、こう、枚数を合わせなきゃいけなかったんですね。で、この EE2 からはそれが、純算式のね、蓋を開閉することによって、フィルムカウンターがね、初期化される、方式になりました。で、ストロボもね、ストロフラッシュ台もなかったんですけど、フラッシュ台が装備されて、ちゃんとシンクロ設定も装備されております。でね、他はね、ペン EE とそんなに変わらないです。違うところといえば、フィルム感度が400まで設定できるようになったことですかね。で、ペン EE の初代は200までしか設定できなかったんですけど、まあ別に200までで十分だと僕は思いますけどね。ハーフサイズなんでね、あんまり高感度フィルムを使うと、眠たい写真ですか、粒子がね、出てしまうんで、400のフィルムってどうしても解像度が低いんでね。でね、今回はね、1500円で買ってきたジャンクをね、何もせずに撮ってみよう。もうフィルム感度だけ合わせてね。とりあえずね、その動作確認で、暗いとこでね、
シャッターを押したらね、窓に赤いベロが出てくるんですけど、赤いベロが出ることを確認。で、明るいところを向けると、シャッターが切れることをね、確認したんですね。あ、シャッター。うん。確認してたんですね。で、あ、このカメラはとりあえず露出系、セレン光電池は動いてるなと。ただ、セレン光電池のその精度がちょっとわからないなということでね。このままで、ね、試写したらどうなるか。100のフィルムをね、とりあえず、剣と目は100をね、装填してね、撮ってきました。モルトはね、もうここ。このね、フィルム室の蓋の内側ね、ここを貼り替えただけです。だいたい他からはね、あんまり漏れないカメラになりますね、このカメラね。ちょっと蓋、ちょっとこれガタガタなんですけどね、とりあえず光線漏れはなかったと思います。でね、適当に撮って、作例をね、今から出していきます。さあ、どんな露出だったのか、ここから作例です。はい、作例ですがね、本来縦構図のカメラなんですけど、頑張って横構図で撮ってきましたよ。で、見たらわかると思うんですけどもね、非常にね、まあ、これはそうでもないですけど、非常に色が薄くなってます。これはね、露出オーバー、の照明ですね、露出がオーバーだったんですね。つまりね、絞りが比較的空いてしまってる。これ、セレン光電池がちょっと弱ってきてるのかな？暗いとこで撮ったりね、その明暗逆光で撮ったりするといい感じに映る、これとかね、いい感じにはまあ映るんですけどもね、順光で撮るとね、もうね、かなりコントラストが下がった写真になってしまいますね。このようにね、明暗差があるところではね、比較的まともに映っておりますが、こういう写真ね、まあ、比較的光がありふ、あ、溢れたところでね、撮る写真。これもそうですが、やや、露出オーバーになってね、白黒はっきりしてません。こういう暗いところではね、もともとギリギリシャッター切れるぐらいのところなんで、よかったんですけど、これもそうですがね、非常にもう中間色っていうね、もう黒が締まってない状態になってますね。これはやはり、露出系が弱ってたということですね。解像度とかはね、別に、普通にね、いいんですけどもね、締まりのない写真ばかりになってしまっております。はい、これもそうですね。まあ、いきなりね、試写したということでね、まあ、これは覚悟の上だったわけではありますがね。でね、じゃあその、露出系を修理しなきゃいけないのって話なんですけど、これサークルアイでね、丸型のセレン光電池が必要になるんで非常に困難なんですね。まあ、セレン光電池って最近ほとんど売ってないですし、で、セレン光電池の代わりに100均の電卓を入れるっていうね、技もあるんですけど、これはね、ちょっと入らないです。さすがに。この円形状のやつなんかないですね。そんなわけでね、これね、中にね、遮光板が入ってて、で、その遮光板がね、こう回すことによってセレン光に光が当たる面積を調整するんですね。これ見えるかな？見えないとは思うけどな。中に回ってるの見えないよね。見えないよね。グレーの板が入ってるんですけどね。それがね、このぐるぐる回ることによってセレン光に光が当たる面積を調整して感度を調整してるんですけどもね。でね、ま、セレン光の電池が元気がなくなってきて、で、メーターの針がね、その光が当たってもあんまり上がらない状態になってるんですね。で、まあ、こういう場合はね、100のフィルムを入れてね、感度を200に設定するとかね、それでも弱かったら400に設定するとか、まあ、言ったらフィルム感度を1段、2段、まあ、上げてやると、比較的絞りが絞られて露出オーバーが解消するということで、特にね、こういうそのジャンクカメラを買ってきてどうも露出オーバーになるな、諦めようって思ったりする人はもうぜひぜひ感度で調整してください。ちなみにこれ逆光補正にも使えますんでね、逆光の時はフィルム感度を上げてやるとメインの被写体が黒く潰れませんので、このフィルム感度ダイヤルをね、逆光補正にも使えます。でね、もうそれすらもめんどくさいと、まあ言う、まあこっちとかめんどくさいですけど、スマートフォンでもね、一応露出の調整はできます。まあ、
その撮ってしまってね、ああこれ露出オーバーだったな、特にモノクロ写真はね、ある程度露出の調整ができます。まあ露出を下げるだったら、下げるだけだったら全体的に黒っぽい写真になるだけなんで、露出をね下げてマイナスにして、でコントラストを上げてやると大体調整できます。でそんなわけで今回撮った写真を全部ね、その露出をマイナスにしてね、コントラストを上げてみました。で、ここからその作例なんですが、はい、1枚目からね、いきますけどね、これが1回目、これが、補正した写真ですね。随分ね、いい感じになってると思います。これもそうですが、もうディテールが明らかに上がってますね。コントラストも色も良くなってます。これは元からね、悪くなかったんで、2枚目、補正した方が逆によく悪くなっちゃってますね。で、こちらもやはり露出オーバー気味だったのが、しっかりとしたディテールで写っていると思います。結構ね、今回、補正した感じでね、ケントメア100のね、オリジナリティな、まあ、画像にちょっと近づけたかなと思いますね。まあ、大体こんな感じですよね、ケントメア100のね、味はね。2枚目の方が、補正後になります。これ分かりにくいやつもあるかもしれんけど、これはね、1枚目でも十分良かったんですけど、2枚目補正したら随分グッと良くなりました。こちらもね、1枚目から十分な写真になっておりますが、やはり2枚目の方が若干いい感じになります。補正後はね。で、この写真はやはり、補正後がグッと良くなると思う。スマホでここまでできるんですね。この写真なんかかなり出ますよ。はい、これね、補正した後は随分良くなりますね。これはまあどうでも良かったかなと思ったけど、一応補正してみましたが、あんま変わってないな。で、これはね、もう明らかな露出オーバーだったのですが、まあこんな感じでね、まあまあいい感じに、なっております。こちらもそうですね、もう完全にね中間色になっているのが、まあまあ普通の写真になってますね。こちらも、こちら結構日差しが強い日に撮って、なんですけども、まあかなりね、コントラストが上がっていい写真になってますね。この最後かな？これ、あ、次が最後か。次がね、これ結構白っぽい写真になってるんですが、はい、こんな感じでね、ガーンとディテールが上がってますね。これディテール、コントラストと、まあ、濃度を上げてやるとね、もともと映っていたものがよく見えてきますね。このレンズ非常にやっぱ秀逸ですね。ハーフサイズでこんだけの写真が撮れるっていうのはやはりペンのね、レンズ秀逸です。これテッサーのね、カールツワイス・テッサーのコピーレンズになりまして、3群4枚になるのかな、なんですけどもね、3群4枚で、まあ、このちっこいね、まあヘみたいなレンズですけどね、結構よく映るんですね。レンズにはかなりコストをかけてあるカメラということで、ボディは本当にお金かかってないんですね。本当ね、開けてみたらわかるんですけど、もう完全にトイカメラのノリです。トイカメラのノリなんですが、レンズがいいのでね、ハーフでも十分な画質が撮れるということでね。で、今フィルム代がね、どんどん高くなってきてるんで、もう、その、ハーフカメラでだったらたくさん撮れるっていうのもあるんですけども、まあ、先日のライブでも申し上げたように、このカメラはね、ほぼパンフォーカスカメラなんですね。今作例を見ていただければ、だいたい 2.5 メーターぐらいからが、ベストな位置らしいんですけども、日中の屋外でね、絞りが比較的絞り込まれる状況ですとね、1メーターぐらいからね、そこそこの映りします。でね、このカメラの使い方としては、やはりね、光がたっぷりあるところで、絞りが結構絞られる状況、で撮るのがいいと思いますね。レンズの解像度は悪くないんですけども、まあ、絞りが絞られることによって、より解像度が上がります。で、先日のね、ライブでも申し上げたことなんですけども、パンフォーカスなんですね。で、もう1メーターから手前はもうまず、まともに映らないピンボケになってしまうカメラでありまして、よって写真が撮れないんですね。で、逆光にも弱い。まあ、この時代のレンズとしては強めなんですけどもね、現代の、カメラのことを考えると逆光には非常に弱いと。で、この状況でね、いい写真を撮るって結構大変なんですね。工夫しなきゃいけないわけなんですよ。でね、このね、10EE、自動露出のね、ペンで撮るとね、本当にね、腕が上がります。このカメラでね、いい写真、おっていう写真が撮れるようになるとね、もうね、一眼で撮るとね、愕然と腕が上がってるのがわかると思いますね。
これフィルムたくさん撮れますしね。で、エモい写真も撮れます。ハーフカメラということでね、あの、フィルム写真らしいね、写真も撮れますが、まあ、腕を磨くのにもいいということで、ね、値段もね、ジャンクだったらこのように安いんですね。フィルムをね、巻いてね、シャッター、明るい方に向けたらシャッターが切れることね。で、暗い方に向けたら、この、ファインダーの窓に赤いベロが出てくること。これを確認すれば十分使えるカメラになります。でね、マニュアルでも一応できます。これね、フラッシュモードなんですけどね、絞りが書いてあるとこあるんですけども、これ絞り時の方に設定するとね、マニュアルになります。でね、シャッター速度は残念ながらね、あれ?今、タタッ。これね、30分の1になっちゃうんですね。この、フラッシュモードなんでね。まあ、フラッシュモードのためのマニュアルモードになるんですけども、一応ね、日中でも使えます。22までね、絞りがあるんでね。22まであるよね。見えてないんだな、これが。メガネ外すんじゃなかった。22まであるんでね、ISO100 のフィルムだとね、リバーサルフィルムであったとしても、100で22だったら日中対応できます。でね、カラーネガだと別に400だとね、2段オーバーになりますけどね、カラーネガは2段オーバーぐらいは全然へっちゃらで映るんで、まあ、400を装填してもね、使えるカメラになると思います。30分の1 F22 か。で、日中も撮れるということですね。で、この辺をね、考えるとね、ジャンクカメラでも、モルトをしっかり張り替えてさえすれば、レンズがあんまり汚れてたらダメですけど、結構使えるカメラになりますので、安いのを1台購入して練習用にっていうのもありますね。で、まあ、フィルム1本で倍撮れるんでね。今回はね、22枚撮りっていうフィルムを作ってたんですよ。フィルムローダーでね。それでね、48枚撮れたんだったかな。結構たくさん、僕はね、フィルムの詰め込みもね、その、貧乏臭い詰め込み、ギリギリ詰め込むんでね、48、カット撮れました。これね、まあ、EE2 ね、EE2 以前も紹介したんですけどもね、今回ジャンクで1500円で仕入れて、まあ、1500円で仕入れたなりに撮ったらどうなるかなっていうね、動画だったんですけどね、皆さんもね、ぜひね、ペン EE シリーズ、EE2 が一番おすすめになります。EE3 はね、耐久性とかに難があるものがあります。特に後期のやつはね、あるんで、EE2 が一番おすすめになります。こんなこと言ったらまた EE2 の値段上がるのかな。そんなわけでね、今日のカメラ紹介っていうかカメラテストかな、はここまでになります。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日の作品は、セロヒキのヒーくんさんがトップバッターかな。初めて作品コーナーに投稿します。カメラは先日ご紹介いただいたローライコード2型、トリオター 75mm F3.5 です。今回撮影したお地蔵様はカメラを購入して最初に撮った1枚目の写真です。フィルムは富士カラープロ 160NS です。この日は曇り空でした。私は晴天よりどちらかというと曇り空が好きです。おたけさんのご評価をお願いしますということなんですけどね。作品なんですけどもね、まあ、そつなくまとめてるっていうか、もうこれ被写体頼みになりますね、完全にね。まあ、曇りの日なんでね。それでね、まあ、可愛いお地蔵さんを撮られておりますけど、やはりちょっと色が沈んでしまうので、晴天下の方がいいような気もしますが、まあ、古いレンズだとね、強い光に、弱いということもあってね、まあ、曇りの日がいいっていうパターンもあるといえばあるんでしょうけどね。はい、セロヒクのヒーくんさん、ありがとうございます。次が、ヒデさんですね。中年オタッキーさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。コロナ禍の中、楽しみが減ってしまって、作品を紹介されると嬉しくてお酒が進みます。景気にちょっと貢献してますね。ところで5月の写真になりますが、2枚投稿させていただきます。作品名は、1、屋根より高い。2、満開の時でお願いします。
カメラオリンパス OM-1 レンズ F 随行オート M 50mm F1.8 フィルムコダックウルトラマックス400、当日の天候は晴れ時々曇りでした。藤の花は左側をトリミングしてあります。よろしくお願いしますということなんですけどね。で作品なんですがね、これね人がね座ってるとこがいいですね。座っててね、見上げてるとこが非常にいいです。ここだけトリミングしてね、その人をクローズアップしても面白かったかもしれません。で、藤の花の方なんですけどもね、まあ、光はね、上の方だけちょっとある感じなんですけどね、藤の花すごく美しい、花ではありますが、もう一工夫欲しかったかなっていう感じもするかな。まあ、光をね、その取り込むとかね、光越しに撮るとか、まあ、そういうこともあったかもしれませんね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次は一都市九さんから2枚、タイトルは1枚目が勝負、2枚目が小さなバケツということで、カメラはどちらもニコン F フォトミック、ウルトロン 40mm、F2 コダック CP200 で撮られております。で写真なんですけどもね、本当に勝負をこれドアップで撮られてるんですが、まあ、花の部分だけなんで、これもうちょっと工夫が欲しかったかな。なんか他の被写体と織り交ぜるとか、2枚目のね小さなバケツもそうなんですけどもね、これ水面結構光があるんでね、水面にね太陽が、入り込んでるところ反射を狙うとかね、もう一工夫あればこれもっといい感じで撮れたんじゃないかなと思いますね。はい、一田四季さんありがとうございます。次はね楓さんの投稿ですね。こんばんは、作品投稿させていただきます。撮影機材はニコマド FT2 にニコール SO と 35mmF2.8 フィルムはコダックゴールド200です。1枚目はガラシャのアジサイ、2枚目が頭上周囲ということですね。で、作品なんですけどもね。これね、ちょっと日陰、結構光がある日みたいなんですけどね、向こうの辺を見ると。こちらは日陰で撮ってありますが、まあ、日陰がね、似合う、雨の日が似合う花ということもあるんですけど、日陰、まあ、せっかくだったら光が当たったところでも撮ってみたかったですね。で、2枚目なんですけどもね、これ、ね、頭上注意ということで、ちょうど電車が来るね、タイミングを狙って撮ってありますね。これシャッターチャンスがもうちょっと先頭車両が映っとったらなお良かったですけど、これ光のね強弱がねあって非常にいい感じだと思います。これモノクロでもいい感じだったんじゃないかな。通路がねしっかりまあ映り込んでおりましてね、フィルムカメラのラジチョードの深さ、が、生きていると思います。これデジタルだったらねシャドウ部分全部潰れてしまうと思うんでね。はい、楓さんありがとうございます。次が、龍介さんの投稿ですね。作品投稿2枚ですね。フィルムは富士のネオパン100です。2枚目は道端の野良猫を撮影したものです。奥に続く道を見つめる猫の背中に哀愁を感じます。機材はニコン F2 フォトミック A とカールツアイスプラナー 50mmF1.4。フィルムはネバーダイ色400ですね。2枚目の方ですね。これからも動画楽しみにしていきますということですね。作品1枚目のね、ネオパンの方なんですけどね。これ非常にね、面白いね、看板、が映り込んで、さらにね、反射で映ってるんですね。これちょっとね、構造をもうちょっと変えたかったかな。トリミングは別にいいんですけど、ちょっとうまいことならないな。こんな感じかな。真ん中じゃなくてね、ちょっとね、隅っこにずらすだけでもすごくいい感じになるんですね。で、2枚目の方なんですけども、猫ちゃんがね、寂しくね、こう映って、向こう見てますが、さすがにね、これ、このレンズ、プラナーということでね、非常に解像度が高い。さすがね、まあ、ザ標準レンズっていうね、あだ名のある、プラナーですがね、私も欲しいんですけどね、徳島のね、会津美店のハードオフにずっとプラナー 50mm ニコン F マウントの置いてあるんですけど、買えません。5倍4800円だったから、高くて買えないんですね。プラナー、一度は使ってみたいレンズでありますね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、初投稿、ももちゃさんの俺のカメラですね。いつも楽しく見させていただいてます。ランクルももちゃと申します。ランクルももちゃさんか。今回、俺のカメラに応募いたします。私の心の一眼レフ、キャノン F1N です。小さい頃から憧れ続け、毎日ショーウィンドウを覗いて、いつか手にしてやるぞと思っていた私にとって、ワンアンドオンリーな一眼レフです。これからも楽しみしていますので、健康に留意されて頑張ってくださいっていうことですよね。で、写真なんですけどもね、これね、2台持ってあるんですね。これどちらも F1 後期かな？手前の方は後期ですね。奥の方はちょっとわかりにくいんですけども、レンズはね、まあ、50mm の F1.4 だと思うんですね、これ。手前も FD5、これ SSC かな？SSC ですね。2枚、後ろの方も SSC かな？そんな感じですけどもね。これね、構図が非常に面白い。ということでね、これ、俺のカメラのタイトル画面に次回から、使用させていただきます。手前のね、古風なストラップもいいんですけど、奥のね、キャノンのプロストラップも、かっこいいですね。私も F1 持ってますが、F1N って書いてあったから、両方ともやっぱ後期だな。私のね、F1 もね、2台持ってますけど、両方とも N ですけど、1台はもう完全にジャンクでどうしようもないんですが、1台はね、オーバーホールしてね、ちょっと前にも出しましたけどね、非常にいい状態になっております。フルメカカメラということでね、オーバーホールすればまだ新品同様になる。キャノンね、F1 とか、まあ、ニコンの F2。まあ、この辺のカメラはね、もう永久に、使われていくカメラなんじゃないかなと思いますね。フィルムがなくなったらどうしようもないですけどね。はい、今日の俺のカメラはここまで。俺のカメラの投稿ちょっとね、なくなりつつあるので、また投稿をお願いします。で、ここからはね、やったらやっちまったコーナーになります。はい、今回のね、やったやっちまったコーナー、時神さんからの投稿になりますね。コロナで大変な中お疲れ様です。さて、やったやっちまったコーナーのやったに投稿します。まあ、いわゆるジャンクあるあるなんですが、カメラは1975年製の一眼レフ、ペンタックス K2 です。このカメラ、行きつけの中古カメラ店のジャンク棚にあったものを購入しました。状態は、ボディはホコリまみれで、触れると手が汚れるほど汚い。ミラーがアップしたままで降りてこないし、シャッターは動作しない。電池を入れても通電しない。全く動作しない。完全動作不良ジャンクでした。なので、部品取りにちょうど良いと思い、ボディキャップ代わりに一緒にあった、シグマのオンボロズームレンズとともに1100円で購入しました。持ち帰り、汚れを取るべく、ちょっと手入れをしたら見事に息を吹き返しました。ネガフィルム、宇宙の片隅、ISO400 を詰めて試写しましたが、レンズの方も全く問題ありませんでした。あー、どうしようかな、このカメラ。K2 は間に合ってるのだけだということなんですけど、いい写りですね、これね。オンボロズームということで、これ多分 AF レンズですね。K マウントはね、この辺がね、使えるのがよろしいですね。写りもね、非常にいいですね。宇宙の片隅っていうね、フィルムは、ね、使ってみたいんですけどね、とりあえずはね、通販じゃないと手に入らないのかな。カラワネガフィルムがね、尽きたら買ってみようとは思いますが、間に合ってる K2 なんですけど、まあ2台やってもいいんじゃないですかね。僕はね、K マウントのね、カメラはね、非常に悩んでます。どれもこれも帯に短し、タスキに流しなんですね。まあその辺はね、次回の動画で出てきます。次回の動画をお楽しみということなんですけど、そういうわけで次回の動画はね、ペンタックススーパー A の登場です。もうとにかくね、若い頃から猛烈に欲しかったカメラなんですね。写真部の先輩がね、結構たくさんの人数がね、使ってたんですね、スーパー A ね。マルチモード A、6モードだったかな。AE をね、自在に操れるカメラということでね、非常に当時人気を博したカメラでありますが、まあ私のカメラはちょっとね、ジャンク1500円だったんで、難もありますが、どんな写真が、撮れたのか。まあレンズはね、富岡製造の、リケノンのね、50mm F2 を撮って、
で使ってきましたので、まあいい写りなんでしょうけど、ね、まあそんなわけで今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなので、コメントの方ね、全然追いついておりません。そろそろちょっと限界を感じてるんですけども、コロナ禍ということでね、動画の本数、ライブの本数を劇的に増やしてるんですね。皆様がね、その、ちょっとでもね、退屈せずに過ごせたらなということで、結構ね、今、大車輪でね、動画を作ってるんですけど、それとその関係でちょっとコメントが追いついてないんですけど、なんとかね、頑張ってね、コメント全部返していこうと思うので、コメントの方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、稲垣五郎さんショップで一気に増えましたが、まあ、通常モードに戻っております。チャンネル登録ね。ぜひぜひね、まだチャンネル登録されてない方ね、これから冬迎えは多分流行っていきますよ。芸能人の方もたくさんやってるんで。そんなわけで、フィルムカメラ、をやるならば中年オタッキーということで、チャンネル登録ぜひお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではまた。ごきげんよう。さよなら。